とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はランダム報酬タワーです。頑張っていきましょう。今シーズンは意外と難しいので、まあ、ちょっと注意しながら、やっていきましょうか。まあ、倒す順番とかを、しっかりとやっていけば、おそらく、いや、大丈夫じゃない時はあるわ。それはもちろんね、どうしてもやられるときはあります。ちょっと待て、ほっとに、はいはいはい、なかなかやね、本当に。やっぱり1回って結構すごいですよね、今回ね。ジオマンサーがね、ほんと鬱陶しい。あとあれね、エンチャンター、あの2体が来るときって結構やばいもんな。はい、まあとりあえずクリアです。次1、おーいいきなり難しくなったぞ。ちょっと待って、エンチャントいいのはない。これまずいね。あー、まあ、ダメージ無効はね、ついてはいるんだけども、元の耐久力が低すぎて、これどうしようもないな。これはこれピンチだ。最初から結構ピンチです。これ防具変えないとこれどうしようもないな。危ない危ない危ない。よし、もう少し、終わりか。はい、いきます。6、待ってね、6はなしです。1、また1回。あ、よかったよかったよかった、勇者に戻った。待って、エンチャントはないの。いまいちだな、いまいち。なんか武器とか欲しかったけどね。よし、OK。 なるほど、そうか、耐久力はあるけど火力ないんだね、勇者は。そうそう、はい。あ、でも蜂が結構いい感じになってくれるんでいいでしょう。あぶねえ、あんまり矢は使いたくないんだけども使っていきましょう。 OK、まあ、とりあえず爆発させて、はい。あ、おっ、ちょっとミスった。これ2回ダメージ受けるのがな。うん、まあまあ、こっちからちょっと減らしましょう。 OK、 1体倒しとけばだいぶ違うんで。よし、 OK、 めちゃくちゃ減る。あぶね、あぶな。いきます。2番。あー、うーん、どうなの。ここに来て斧か、ちょっと微妙なような気もするけど、まあまあまあ、ガーストとエイリでも入れていきましょうかね。ガースト入ればまあまあそれなりに耐えれるとは思うんで。ああ、ああ、ああ、火力もまあそこそこ。でもほんとそこそこだよね。ああ、 OK。 あ、嘘、ちょっと待って、いや、どっか行った、もったいなかったな。よし、うん、
まあ、いけますけども、今後ちょっと難しいかも。いきます。1、ちょっと待って、1ばっかりよ。なんか防具変わりすぎよ。トゲでも入れる？いや強いよ、この防具は強い、強いんだけど、そこまでちょくちょく変わらずに、なんかアーティファクト欲しいな。アーティファクトが全然ないじゃん今回。危ない。おお、よかった。ドーン。じゃあ、じゃあ、よし、オッケー。いやーなかなか地味な戦いになってるよ。はい、5回おしまい。4、あ、流れ込む魂。うん、これあれば回復するんで、まあ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 いいでしょう。ここ難しそう、これで。うん、いやちょっと待て、風使いなんとかしたいな。よし、オッケー、オッケー。あ、でもなんかすごい安定してる。まあ流れ込む魂だな。うん、流れ込む魂で回復するんで意外と安定感がある。オッケー。おお、悪くないぞ、悪くないぞ。いきまーす。2、2はなんだ、無知かい。無知か。まあなんとかしましょう。これだな。でトゲをちょっと多めに入れとけ。ちょっと難しくなってる。いやでもまあ矢もまだたくさんあるし、なんとかなるでしょう。結構厳しいけどねやっぱ通常の無知の火力ない。うん、まあ、それは分かってたことだけども、いや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 、無知やっぱ弱いわ。うん、ツタの無知になるとね急に強くなるんだけど、ノーマルは弱すぎる。よし、OK、終わり。マジ意外と来るな。よし、で奥に何体かいるぐらいか。あとしゃあ終わり、終わり。いきます。3。いやボワー、弓変わった。いやよくねえぞこれは、ほんとよくないよ。うん、まあまあ、うん、火属性だろうね。これはどうしたことか。よし、 OK。そうか、まあまあまあ、ここの風で何体か倒せればいいね、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 いいね。危ない危ない。もうちょっと倒したかったけど、 OK、 悪くない、いい感じに減らしたと思う。いやこれ流れ込む魂が絶対よかった。よし、 OK、 いきまーす。なんか地味な感じ。1、ちょっと 1が多い今回。もう V
武器にしてくれ。これ難しいぞボスが。このまんま行くと、このまんま行くとマジでボスが難しくなるんで、なんとか武器出てくれないかな。危ない危ない危ない。よし、ちょい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 、ひでえひでえ。いやこれはひどいって、この火力のなさはひどい。あぶね、うん、もうこれ弓で戦うしかないんじゃない、この弱すぎて。いや無知弱本当に。なんとかならないんですかこれ。いきます、5。武器武器、いや違ったこれ2でしょ。でもまあコグは悪くないよ、コグは悪くない。まあ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 ね、毒と火属性でまあまあそれなりのダメージは稼げるけど、やっぱ弱いな、弱えな、弱すぎる。武器がもうアホほど弱い。あ、オッケー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 。パワーポーションを取ってようやく戦えるレベルだな。オッケー、よし。でも矢はあんま使いたくない、極力温存したいところ。残り120発でしょ、ちょっと温存したいな。いきます。あ、ちょっと待って、落ちた。もう一回、5。武器武器頼む、5武器。違うんかい。弱くなった。でもまあ流れ込む魂はある。いや弱い弱い弱い、ちょっとこれはまずい、これは本当にまずいぞ。最初のちょっと待て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 、最初の商人はパワー、あの黄金だよね、黄金か。こいつってバカ。本当に。いやちょっと待って、ちょ。オッケー。アイテムボーナスが意外といい感じ。はい。いいんじゃない？武器変えて武器。1。違う。弱くなった。せめてテンペストナイフにしてくれ、弱すぎる。いきます、やばい、ここちょっと難しかった気がする。 OK、 OK、 いいねいいね、よし OK。 待てっ、いや無理これ無理。もう固まるな。よし、とりあえずネクロ倒した。あれ倒さんともう無限に湧いてくるんで。あ、なるほど、今のはシュルカーだったからよかったのか。敵が4体以上固まってると防御力が 50% だから、あー今のはまあまあよしとしよう。 OK、 まあいけましたね。いやでもなんかしょぼい戦い方。
無知やめろ。2なんだ。おおおおおお、ボス前でまさかの幸運の槍。無知よりはマシだな。無知よりはマシだけども、ちょっと待って、アーティファクトが1個もないっていうのが本当につらい。え、これって、そうね、凶暴化かな。あ、いや、いいか、行ってみろ。この火力のない装備でなんとかなるか。いやー、なんとかこれならんよ。これはなんとかならない。いや、これはひどいって。これひどい。いや、もう泥試合、泥試合、絶対泥試合。いやこれで歩いてくるゴーレムがもうほんと脅威だわ。ちょっと待って、これ流れ込む魂でちょっとずつ回復できるか。よし、待て、よっしゃ、貼り付け、よっけ、いけた。厳しい厳しい、ほんとに槍はね、ほんと便利な武器だけども、こういうボスとかにはあんまり向いてないのよね。確かに強いんだけどね、でもエンチャント次第だ。よし、いや、ようやったわ。よし、終わり。いきます。5。おお、ようやくアーティファクト1号ウルフか。まあまあいいでしょう。ちょっとエンチャントを貯めて、ポイント貯めて、雪玉の3を入れたいね、この感じだったら。いや、まあそもそもちょっと防具変えてほしいんだけど、ちょっと防具は変えてほしいな。あ、 OK、 凶暴化入った。凶暴化入ったらもう強いぞ。 OK、 うん、凶暴化いい感じ。 OK、 ウルフめちゃくちゃ頑張るじゃん。ナイス、いいね、いいんじゃない。いきましょう。3。お、3ってなんか久しぶり見た気がする。うそ、まさかのガントレット、やべえな。まあとりあえず火力、いや、吸血入れた方が良さそうな気がするんよね。吸血入れよう。ミスった、ミスった。これ3まで入れんで2までで雪玉入れた方が良かった。まあいいでしょ、なんとかなる、なんとかしよう。うん、 OK、 うん、まあ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 、まあ、今取ったばっかの武器だからね、火力はまだありますわ。オッケー。でもこの、よし、オッケー。遠距離の敵には弱いんだな、ガントレットは。よし、オッケー。特にあの槍持ってるやつとかにはね、ちょっと弱いんだ。よし、いいぞ。防具欲しい、防具。4。おお、ナイス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 。でもできれば勇者が良かったけども、亀でもまあ十分十分。おお、ちょっと良くなってきたよ。霊気だな。
うん、歴ぐらいだね。ビーストバーストも入ってるんで、ま、それもありかとは思うんだけども、ま、とりあえずこれは今はこんな感じでいいでしょう。オッケー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 。なんか強い弓欲しいよね。なんか強い弓が出てくれないもんかね。待て待て、よし。なんかハープ、ハープじゃない、乱射がどっかであったでしょ。それが欲しいな。乱射来てくれればめちゃくちゃいい。あ、でもまあ流れ込む魂のこのままでもいいけどね。1、うっそ、やめてよ、やめてくれよ、テレポート、いらんな。まあいざとなったらライフブースト入れていきましょうか。何、いやもうガントレット上げるしかなくない、これ。うん、ガントレットだよ。他にそのリフレッシュ入れるか。リフレッシュを2まで入れていきましょう。何がついた、あ、追い打ち1か。わ、悪くない悪くない。いきます。まあ、まだまだ全然いける、この辺はね。よし、難しい敵はここはいなかったか。まあ、TNT3 つ持ってるので最終的にはこれをちょっとぶち込んでみましょう。あんまり意味あるかわかんないけど全然ダメやった、全然重ならないし。 OKOK、 あっ、ちょっと回復した今回復したしたと思ったんだけど間に合ってなかった。ちょっと待って、ライフブースト入れます。 OK。いやでも、いや絶対ネクロからよ。ネクロ、ま、後回しがいいかなと思ったけども、いやいや、あいつ倒さないと湧いてくるんでダメだもんな。 OK 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 OK。 あとは危ない危ない、よし、いいんじゃない。オッケー、いけた、よし、防具変えたい。6、ちょっと待って、5、ホルンホルンかよ。まあキノコが一番良かったけど、ホルンもまあ悪くない、悪くないよ。でも気がかりなのは次のボスよ。イリュージョナーをどう倒すかだよな、この装備で。うん、本当にどうしたもんか、これイリュージョナー出てきたらかなり厳しい戦いになるだろうけど。うん、ガントレットはね、意外と火力があって悪くない、うん、ただただリーチが短いっていうだけでね、意外とエンチャントも悪くなくっていけてる。やっぱ黄金で追い打ちがついたっていうのは結構でかいかもしれない。終わり、よし、いきます。6 1、あー、まあいいよね、軽減はあるけど、まああ、エンチャント悪くないよ、エンチャント悪くない。うわ、でもね、雪玉も霊気もってなると
ちょっと、あ、でもね、いや、霊気を多めに入れたい。うん、霊気だわ。あ、C、あれか、イリュージョナーはホルンでなんとかなるか、ちょっとはマシになるでしょ、ホルン入れれば。でホルン入れてゆっくりになったところを、よし、 OK、 危ない、食らってる、よし大丈夫ね。ホルンゆっくりだって、そこをちょっと重点的に攻めてあげれば大丈夫じゃないですか。ナイス、いいね。いや、意外とこれあれね、流れ込む魂にだいぶ助けられてる。うん、 HP 結構回復するわ。いきます、4。お斧になった。いや、もうむしろもうガントレットならもうガントレットのままでいいかなと思ってたけど、まあいいでしょう。クリティカルぐらいかな。クリティカルと、まあ、衝撃波欲しい。火力もりもりでいきます。まずは一気にイリュージョナーを攻め落とす。 OK。 いやー、あんまりゆっくりならん。結構ゆっくりになってくれるかなと思ったんだけども、おい、ちょっと厳しいか。いた、オッケー、倒したー。あいつさえ倒せばなんとかなる。オッケー、いいね。で、流れ込む魂もついてるんで回復するしね。オッケー、いいね、いけるもんだ。2 武器がコロコロ変わりますね、本当に。あ、でもまあまあ悪くないよ。これ防具だな、防具変えよう。テンペスト、そうね、リゾルトの方が出ればめちゃくちゃ強いんだけど。いや、かけるか。リゾルト来い。チル来るな。チルは、チルやめろ。リゾルト来た。オッケー。あ、じゃあ、いいよ、いいよ。リゾルト、いや、ダブル追い打ちだよ。ダブル追い打ちどうなんの？あ、強いんだろうね。おう、ダブル追い打ち。に、いいよ。これ、エンチャント結構いいのよ、これ。でも、まあ。これは入れときたいんで入れときます。ガストかなー、あ、いや、火力上げろ。いきます。いや、いい感じで、ここね、結構難しい23階がこの装備でいけたっていうのは意外といいかも。 OK、 召喚もいるしホルンもあるんで、なんか、おうおう、最終的に悪くない感じになった。いいね、待てよ。あ、これダブルオイチ強いのかもしれない。おう、結構ダメージ稼ぐよ。ダブルオイチは意外と、ちょい、いいね。で、流れ込む魂で回復してるし、いやー、いい感じ。 OK、 あー、ちょっと矢がもったいなかったけども、まあまあそう使うもんでもないしいいでしょう。
おう。OK。では、これ、あ、お前にも一応ダメージはあるけど、大したダメージじゃなかった。いきます。4。おお、でもまあ、ソウル溜まってるよ。ソウルモリモリ溜まってる。ここでまさかのハーベスター。うん。あ、いいんじゃない？火力出るし。うん、これボス戦意外と使えそう。ハーベスター連発で倒せるんじゃないか、ボスって。はい。いいね。OK。いいね、いいね、いいね。あ、結構ノックバックするのね、この武器って。ノックバックがね、結構、いい感じ。よし。で、あと、これで、ね、スピードバースト。これがね、この武器ってすごく使いやすいんだよね。敵を倒した後に、1秒間、スピードが上がるのよ。それで次っていう風に倒していけるんで、もう気持ちいい。めちゃくちゃいいじゃん。よし。いや、余裕になった。なんかすっごい余裕になった。はい、はい、行きましょう。もう武器変わらないよ。1。まあ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 ね。いや、最後の叫びはまあトゲ入れて叫び入れる？入れようか。影じゃないから、まあうんうん、ピンチになった時に敵をぶっ飛ばしてダメージを与えるんで悪くはないかな。うん、一応この装備とはマッチしてそうな気はする。いいね。待て待て、いい、いいね。あ、そっか、ホルンでぶっ飛ばして倒せるんだ。そうそう、これは、ここはホルンでぶっ飛ばせば倒せるわ。ナイス。あー、ちょっと難しかったか。難しい時とはあるさ。はい、もう少し。いいね。ホルン。ナイス。あのトゲの反射ダメージ結構でかいよ。もう耐久力がない分それがでかい。6、1。あー、まあうん、まあ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 いいさ。耐久力は上がったから。何入れる？いや、とりあえず入れるやつはねえな。雷入れとけ。うん、行きましょう。もう少し、あ、これクリアできそう。いや、最後の最後、なんか変なの来たら終わるけどね。うん、どうでもない限りいけますわ。 OK。 やっぱね、あのね、一番ね、これ役に立ってるのって流れ込む魂。めちゃくちゃ役に立ってる。流れ込む魂すげえいい。2。ほほー、ここで武器変わりますか。あー、まあ追い打ちは入れます。爆発だ、爆発で行きましょう。
オーケー、いいね。おお、いいダメージ入るよ。よし、いいね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 。爆発いいよ。はい。あ、もう終わりじゃない？終わり終わり、楽勝。4は、あーちょっと待って、もう変わりすぎだって。落ち着かないね。何入れる？まあ、火力だとしたらこんな感じか。あー、まあ、いいか。ダイナモ、まあ、いいでしょう。おお、火力あるあるある。まあまあ、それそうか。単発だから、それは火力はありますわ。オッケー。いいね、いい感じよ。でも敵の攻撃力が意外と高え。なっオーケー、ハーベスター強え。いいぞ。5、あー、なるほどね。全然いらんわ。いや、でも取らんといかんからな。これかな。え、何あげる？武器だろうね。あ、違う、ハーベスターでもよくない？うん、ハーベスターだ。どれぐらい火力ある？さっき9000ちょっとだでしょ。おお、2万、倍以上になった。これだったらば、いや、それなりに速攻で倒せると思うよ。なんもいらんのやな。いや、これ上げたところでな。いいです、もう行きましょう。あ、ちょっと待って。まあ、あ、防護とラッシュ入れとけ。いくぞ。いや、意外とハーベスターの攻撃力じゃダメージがそんなに入んない。オッケーオッケーオッケー、いいね、いいね。ホルンがだいぶ効いとるよ。オッケー、ホルン効いてる効いてる。よいしょ。いや、もう楽勝です、もう楽勝。オッケー、もう終わり。なんかね、いろんな装備が出たけども、いけました。最終的に意外と楽だったね。全部緑。ああ、連鎖反応、まあ悪くないんだけど。霊気1。小玉はクリックさんか。いらんけど、これにしときましょう。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。